プチクラ。どうも、プチクラです。2分くらいで終わる動画です。よろしくお願いします。前回の動画で皮がなくなることを惜しむコメントをいただきました。1個目、皮めっちゃ懐かしいな。またいつか皮作ってください。あと風には気をつけてくださいね。皮は懐かしい、残してほしい。でも再利用するのならそれもまたいい。ブチじいさんのアイデアはやはり素晴らしいです。ウポブチです。町の洪水対策として新たな用水路の建築もしてほしいですね。そこで地下に水路を作ることにしました。もともとあった川に沿うようにして作りますね。線路のある高さから4ブロックの間隔を設けた上で、高さ2ブロックのトンネルを掘ります。あとはシーランタンで装飾をしたり、床や壁など石ブロックに置き換えます。最後に水を張っていきます。こんな感じになりました。これで地下水路の完成です。それでは皆さん、またお会いしましょう。